トレーニングっってやっぱ難しいんですよね。勉強とか仕事みたいにやればやった分だけお金が稼げるとかやればやった分だけ知識がたまるとかそういう感じにねトレーニングのことも思ってる人多くてボリュームをね稼がないとでかくなれないとかボリュームはね絶対に高い方がいいっていうそういう考えの人ね結構多いと思います、まあ、もちろんね一点のところまではボリュームはね多い方がいいですよだけどね一点のところ超えてしまうと逆にねそれ無駄な努力っていうかそれをやらない方がでかくなれたりもするんですよ 僕も一っときはやればやった分だけでかくなれるっていう風に思っててもうとりあえずねセットを稼ごうと思って毎回のトレーニング1部位30セットとか1日4時間とかトレーニングしたことありましたしその時初心者だったから一応成長はできたんですけど今に比べて全然パンプもゴミだしその時ね初心者の時よりも今の方がね僕マジで伸びてます。 今では一番自分に合った自分が一番成長するのに適切なボリューム量まで下げたら毎回のトレーニングで、ね、何らかの形で成長するいつも言ってますねプログレッシブオーバーロード前回のトレーニングよりもフォームでもテクニックでも同じ重量でより多くのレップでもより重い重量を扱えたりだとかそういう風にしてね毎回のトレーニング成長できてますし まあ成長できてるってことはねしっかりとリカバリーもできてますしもう何よりもね本当にトレーニング楽しいですもちろんトレーニング方法なりボリューム量っていうのは個人の好みありますし人によってはね人生ジム以外何もやることがないから一日中ジムにいたいだとか彼女にね振られちゃってもう無限のエネルギーがあるからそれをねジムでぶつけたいみたいな感じにね思ってる人、まあ、僕もね一回彼女に振られた後一日ね8時間ぐらいトレーニングするのを、まあ、2週間ぐらいねやってたことがあったんですけど、まあ、その時はね 謎にでかくも強くもなれたんですけどまあその時はねまだ初心者だったんでまあ、それはね置いといて今回の動画では一体ボリュームは本当に多い方がいいのかそしてでかくなるのに一番ベストなボリューム量はどのぐらいなのかってことについて話しを止めますまず結構多くの人はボリュームをこなさないとでかくならないでかい人はみんなボリュームをこなしまくってるもうでかくなるにはねボリュームが鍵だっていう風に思ってとんでもないセット数とかをねやるのよく見かけます でそうやってボリュームを増やしまくるとどうなるのかっていうと必然的に強度が落ちちゃうんですよね。なので結構多くの人は強度をボリューームでカバししようとしてます。なんでかそっちの方が楽だからです。例えば本当の本当の本気を出したら8レップ上がる重量を4レップしかやんないで結構多くのセットをやるのと8レップできる重量を9レップ目指してトレーニングするのを2セットやるの。 どっちの方がきついかっていうとそれは後者ですよね人間なら本当の本当のガチのスクワットのハードセットを6セットもできないんですよいや俺6セットともんこれ全部ハードにトレーニングしてるよとか言ってるやつは絶対ね95%ぐらいの確率で見せかけでハードにトレーニングしてるだけです僕がね個人的に本当にねアンチ余力を残すなのは まずほとんんどの人はねハーードにトレーニングしたくないんですよそれなのに余力を残していいっていうマインドセットでトレーニングするとあ余力2レップあの人が残した方がでかくなるって言ってたからよし余力2レップ残そうっていうふうにトレーニングすると余力5レップ残すんですよほとんどの人はもう最初から余力残してる人に余力残せっていうのが僕はねあまり好きじゃないんですよじゃあじゃあどのぐらいハードにトレーニングすればいいのもうとりあえずハードだってハードにトレーニングしとってチキるなって あたかも誰かが顔面に銃突きつけて、お前これ上がんなかったら俺撃つからなっていう風に言ってるのをイマジネーションしてトレーニングしましょう。いやでも追い込みすぎるとセット多くできなくなっちゃうから。Pussy!You are pussy!You're being a, pussy! a bitch!Okay?Train hard! 一体何セットが肥大にベストなのかっていうとですね、まあこれいろんな研究あるんですよね。まあ一つはね、20セットがいいとか、5セットがいいだとか、10セットがいいだとか、8セットがいいとかね。 いろんな研究ありますし、まあ、それぞれ研究でね使われてる試験者のレベルってのも違いますし実際試験者を全員限界まで追い込ませたっていう風に書いてあるんですけど、まあ、その、ね、限界の定義っていうのもねそれぞれ研究でね違かったりするので全員に当てはまる筋肥大に一番ベストなセット数のマジックナンバーっていうのはないです。まあ、各トレーニング種目何セット目でやめるのがベストなのかっていうのはこの動画の最後の方でね言うので、まあ、それまでね待ってほしいんですけど。 初心者だったら、まあ、そんなにねハードにトレーニングしなくたってでかくなりますし逆にね上級者ならハードにねトレーニングするの何十セットもねできちゃったりしますから本当にねマジックナンバーはないですですけど結局はいつも動画で話してます前回のトレーニングよりもより重い重量扱えられるようになったり前回のトレーニングよりも同じ重量でより多くのレップできるようになったりあとは 同じ、ね、重量でよりね向上されたテクニックでね重量を扱えれるようになったりだとかそういったねプログレッシュオーバーロードが毎回ねできてる限り基本的に自分の今行ってるボリューム量が自分が成長するのに適切かどうかは そんななに心配しなくても大丈夫ですですけど場合によってはたとえ進歩できたとしてもちょっとボリューム量をね減らしてあげることによってより疲労感をね抑えられたりもっと高重量を扱えるようになるからよりねトレーニングを楽しめたりトレーニングを早く済ませながら。 より筋肥大に、ね、効果的なトレーニングができる人ってのも多いかなと思います僕が思うに無駄なセット数、ジャンクボリュームでトレーニングしてる人ってね結構思ってる以上に多い気がしますそれが一体ね、あなたなの,のかどうかをね、分かるにはまずね、アーキネーターやらないといけないのでちょっとボリュームが多すぎる人たちに当てはまるものっていうのをね、見ていきましょうまず一つ目は、パンプがトレーニングの途中でピークに達して トレーニンングがが終わるにかけててパンプが冷めていくです。例えば胸トレしてて1種目目インクラインダンブルプレス4セットやってその次にハンマーストレングスのプレートローデットのインクラインプレスやってそれの、ね、2セット目ぐらいでめっちゃね胸がでかくなってもう超ねパンプやばいってなって、まあ、そっからねあと3セットプレートローデットマシンやってその後ペクトラルフライ1セット目終わった後、鏡で見たらなんか超、ちょっと今日。 誰とも別にに、話し込んでなないのになんかパンプ雑魚いな、なんかさっきの方がすごかったなみたいな感じになってるならそれはあんま良くないですトレーニング後が一番もうパンプがやばすぎて着替え室とかでね鏡の前でねもう20分ぐらいポージングしたりとかそういう風にになってるべきですもしトレーニング中にちゃんとレスト5分とかしっかりとってるのになんかちょっとパンプが落ちてきたなみたいになったならそのねやってるセットはやらない方がいいです例えば1回週12セットしかやらなかった週と あともう一つの週で20セットやった週で12セットやった週の方がパンプがすごかったならそのねねもう1つの週にやった8セットは、ね、やらない方がいい方がですパンプは筋肥大に必須ではないってことは研究で分かってるんですけどそのやったトレーニングの質がいいかどうかの目安にはなるのでもし全体的にパンプがちょっと甘いならボリリリュームが多すすぎててカバリーしきれてないサインです2つ目は高頻度で筋肉が常にフラットな感じがする。 僕はちなみにそんなにね筋肉フラットに感じるときないです常にいい感じにね筋肉に張りがあって結構ねピチピチの T シャツとか着たらあこいつ筋トレしてるんだなっていうふうに一目瞭然な感じですでもトレーニングしてるときなんてパンプはねもうやばいです夏なんてねプレワークアウト飲んで外歩いてるだけでもうねパンプしますもしこの状態があまり理解できないトレーニング中にそんなにパンプしないなら ちょっとボリュームがね多すぎるかもしれませんこういうフラットに感じてて疲労感を感じるってうのはもしかしたらねボリュームだけに牽引することじゃないかもしれないですけど普通にあまりいいことではないです最後に3つ目はその部位をトレーニングしてから4日から6日空いてるのにまだ筋肉痛が消えないもし足取りを月曜日にしてその間火水木金って4日間空いてるのにまだね土曜日になってちょっと長時間座ってまあなんかなんだろう 2時間ぐらいドライブとかしてコンビニ寄るのに立ち上がったらもう筋肉痛がねすごすぎてもうね歩けないとか歩くのが困難っていうならもしかしたらねボリューム多すぎるかもしれないですもしまだそんなに筋肉痛がある中いやでも今日は足トレの日だからねもうトレーニングしないとみたいな感じを持ってトレーニングしてもそれはね逆効果です今話したこの3つのことが当てはまってる場合ひょっとしたら不必要なレベルでボリュームがね 多すすぎるかもしれないですそもそもボリュームイコール筋肥大っていう考え方が間違ってます結局は強度ですそのトレーニングでどのぐらいセセット1セットトの強度が高いかですボリュームは多ければ多いほど各セットのクオリティは下がりますいつも言ってますよねもう無理だっていうふうに思ったところから1レップやるごとに100万円あげるよっつったらどのぐらいできるって多分ほとんどの人にそれあったらいや多分2レップぐらいあのセットできたな100万円1レップごとにもらえるならって っていいう,うに言います。もしねそこから2レップできるならそれはねハードにトレーニングしてないです一番筋肥大が起こるのは本当の本当のガチでやってるセットの一番最後の一番レップスピードが遅くなるレップをやってる時ですそれをエフェクティブレップって言いますボリュームばっかり増やしててエフェクティブレップが少なかったら それはね筋肥大を起こるの厳しいです冒頭でも話しました全員に当てはまる筋肥大を起こすのにベストなセット数のマジックナンバーはないですだけどじゃあ各種目何セットやったらやりすぎなのかどこでやめるべきなのか前回やったセットよりも10%力が落ちていたらもうそこで十分です例えばインクラインベンチプレスを1セット目例えばインクラインベンチプレスを1セット目ガチのガチの本気で140キロ 8レップできましたその後しっかりと筋肉が回復しきるのに十分な長さのレストレーをとってそこから127.5まで重量を下げてそれ7レップしかできませんでした本気であってもうそれなら十分です実際に僕もベンチプレスもインクラインダンブルプレスも2セットずつしかやらないですでそれでもう僕は胸のトレーニング1回の胸のトレーニングでは終わりです僕だけじゃなくて海外のプロでもこういう風にトレーニングしてる人いっぱいいますですけど自分に嘘つかないように。 本当にハードにトレーニングできていてもう余力本当にねどう頑張ってもゼロならこのスタイルのトレーニングね合ってると思いますもちろん100人いたら100人違う遺伝子なんで一概には言えないですけど高高強度低ボリュームか低強度度低低ボボリリュューームムかかかどっちかね選びましょう人間なら両方は無理です僕は個人的にロジカルに考えて高強度低ボリュームの方が一番結果を出せると思うので僕はね 高強度低ボリューム信者なだけです結局はね皆さんが自分に合ったものを見つけましょう。ということでね今日の動画はこれまでです。もしねこの動画ちょっとでも助けになったならライクだけお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。See you next time.